心地よい指通り、しなやかに揺れるかすかな束感、女性らしい柔らかく自然な巻き髪を作るためのアイロンテクニックとスタイリングのポイントをご紹介します。はじめに髪をブロッキングします。トップはボリュームを出すためにマジックカーラーで立ち上げておきましょう。サイドは上段と下段に分け、上段をピンで留めます。バックは左右半分にしてから同じように上段下段に分けておきます。サイドの下段を2つに分け、顔周りをフォワードに巻いていきます。自然なカールを作るポイントは、まず中間からアイロンを斜めに入れて滑らせながら螺旋状に毛先までカールをつけます。次にカールさせた髪が温かいうちに毛先を持って引っ張り、カール感を調整します。引っ張って髪を冷ますことで持ちの良い緩やかなカールを作ることができます。もう片方は先ほどとは逆にリバースに巻きます。バックを巻いていきます。下段のブロックを3つに分けます。外側からフォワード、リバース、フォワードとランダムに巻いていきます。同じように毛先を引っ張り、カール感を調整します。次にサイドの上段、顔側の部分をフォワードで巻いていきます。残りの上段のブロックもすべてフォワードに巻いて、髪に収まりを出していきます。反対側も同じように、アイロンとカールテクニックで自然で柔らかいカールを作りましょう。トップのカーラーを外して、足りない部分にアイロンを使ったり、引っ張ってカールを伸ばすなどして、全体の巻き上がりや左右のバランスを調整します。次に手のひらにスタイリング剤、プレジウムドロップをワンプッシュ取ります。透明になるまで両手でこすり合わせて伸ばしましょう。髪の内側に手を入れて、中間から毛先に揉み込んでいきます。全体にスタイリング剤をつけたら、自然な表情を出すために指を内側から入れて髪の毛をほぐしていきます。スタイリング剤を表面から指を通して滑らせながら髪につけます。襟足から髪をすくうようにして揺らします。最後に毛先をつまんで整えたり、カールを大きく崩しながらナチュラル感を出していきましょう。
完成です。巻き髪を崩しながらのスタイリングで自然でしなやかなカールスタイルに仕上がりました。いかがでしたか？アイロンとスタイリングのテクニックで作る自然な巻き髪デザイン、オイルワックスの新しいスタイリング剤プレジウムドロップでナチュラルな巻き髪デザインを手に入れてみませんか？